県は中華人民共和国安気象鉱山市に位置する県。県は鉱山市で最も小さな県であり、最古の県でもある。故障は黒、広のり国、ソロ。県の加工地は40.3平方キロメートル、山地は704平方キロメートルであり、76.3%が森林に覆われている。年平均気温は摂氏15.8度、 降水量1686ミ、mm、リメートル。無双期は212から213日。茶、桑など医療作物の栽培が盛ん。特産は椎茸、木倉毛、甲賀屋などである。16世紀には商業が盛んなことで知られ、4000棟以上の精巧な建築が行われ、その様式は風格命路な観南民居である。は、安岐省南部。 世界遺産に登録された西邸村、広島村も県内にある。映画、伏せ、虎蔵竜は広島村で撮影された。このほか、菊豆、復活的罪悪、南京的キリスト、大天説、奇象、風月などにも県で撮影されたシーンがある。県の北部には、枕鉱山、南部には、白竹があり、四方が山に囲われた盆地である。山は、 高山に繋がっていて、外界と隔てられているため、古くから、小桃源と呼ばれていた。北にある長江へ向かって、青、翼江が流れている。県には、現在にも古民居3600棟が保護されており、観南の中心地である。西、帝、広島、南米、赤緑、平山に残る、古民居は、現金、工芸性不可視なものであり、西、帝、 広島村は世界遺産に登録されている。県の古称は黒であり、紀元前221年に作られた。紀元前19年6月、全館の制定の時代、黒県は広の利国と解消された。紀元前16年、広の利国が俳句にされて再び黒県となる。大門は10年、黒県をソロと解消し、太陽軍の一部とした。 25年、再び黒県に戻された。208年、孫権により、太陽軍を分割して、新都軍が建てられ、黒県を、県と解消した。1950年に、鉱山市太平県、石大県に属していた美、美形、河村、広志丹が、県に編入された。1958年1月2日、鬼門県に合併され、県県意と、 県政府機関も転出した。1959年4月5日、国務院の批准を受け、再び県が設置された。県はその地理環境を生かして、観光を主要産業としている。2003年には旅行者は111万人に達し、総収入は2.7億元であり、GDP の50%以上を占める。観光業のほか、県市生産、農産物加工、 見上げ物の製造がある。絹関係の産業は、観光を除いて、県の基幹産業である。1980年代初めに、桑の植生が行われ、それから20年で総円4.5万世、眉の都市生産量2000トンとなっている。製紙会社も2つあり、生糸の都市生産量は400トン。これは、暗記賞で、第2位である。また、 ネリートの都市生産量は260トンで、これは暗記賞で第1位である。絹関係の産業総収入は1.5億元以上に達する。県には農業副産物加工の企業も多い。桃源館かしら食品有限講師は、糖水板栗、場乾燥野菜の千切り、タケノコの缶詰などの生産を行っており、 とりわけ、糖水番栗の生産量は中国第一で、その95%が輸出用である。また、剣老八豆腐、広炭豆腐乳などが、伝統的手工業で生産されており、中国の大手スーパーなど入手できる。県は、昔から、茶の生産地として名高く、鉱山ケボン、五景孔梅、西低水眉などの品種が知られる。また、 県市景況の郊賀屋は、安記賞を代表する名産品であり、とりわけ米外屋と名岡屋が観光客に人気がある。県の観光業の発展に伴って、土産物製造業も発展を続けた。はじめは個人による簡単な工芸品から始まり、後に、金製工芸品賞、鉱山市民間工芸品有限講師などが中心になって、加工企業も100に達するようになった。 とりわけ文房四宝と呼ばれる木彫り、レンガ彫り、石彫りの製品は日本や韓国に輸出されるほか中国の20以上の商市で売られている。県は中国東部の観光用工芸品生産地、貿易拠点として発展を続けている。県の機械電力設備、玩具、牧畜製品産業の始まりは比較的早い。軸受け、長銃玩具。 高性能磁性材、小型機などが生産されており、それなりの規模に発展している。県の蓄材合板工場は、中国でも、比較的初期に始まっており、その生産技術は、今でも高い。四景未北長茶、甲賀屋、くず子。広島県の、東加減里人家と呼ばれる西邸と、中国が里合村と呼ばれる、広島の二つの子村落は、 世界遺産に登録されている。その他、菊豆ゆかりの里である南米、神秘的な八大化連帯建築の赤録この、風水村平山、紀州第一木長老、東川就職、気候地区会、新松の名義、最近家古巨、と延明公営の居住地と霊村落、広島遊稚安納港文化園などが著名である。また、五景山自然保護区西、 帝古石窟群、円王国、十里東華長老等も観光地として開発中である。宋代の文学家、東炎名は、県の風景を東華元気の中で描写している。東大の詩人李博により、県小桃源、円下百里館、下霊草木、人証拠遺館と歌われている。ありがとうございます。